続きまして、発表させていただきます。成城大学の民族学研究所というところに所属しております加藤秀夫と申します。ですね、本当は応挙の絵があったらよかったんですけど、応挙はなんか座っているイノシシの絵っていうのがですね、ちょっと見当たらなかったので、とりあえずもう磯瀬のやつをちょっと引っ張っております。一応自己紹介からさせていただきますけれども、大分県別府市の生まれです。温泉が有名なところですね。で、民族学の研究をやっております。で、私南方クマックスとどういう関係があるんだっていう話ですけれども、高木俊夫という説話研究者がいるんですけれども、この人と南方クマックスが交わしたですね、往復書簡の注釈作業というのをですね、大学院時代に、授業の一環としてやったことがあります。それ以来ですね、南方の学問というものに関心を持ち続けております。で、最近ですね、ちょっと動物に関わる民族というものにも興味がありまして、世界と日本のですね、犬のお墓とかですね、そういう犬を葬ったっていうようなですね、説話とか、そういうのをちょっと集めて文章を書いたりしております。で、今日はですね、イノシシにまつわる民族についてですね、十二支行の、イノシシの内容と絡めたお話をしていきたいと思います。今日お話しする内容はですね、十二支行イノシシ、どんなことが書かれているのかっていうことをまず確認した上でですね、イノシシと豚の関係、そしてイノシシとヘビ、ワラビとヘビ、の関係、そしてイノシシに関わる民族というような話をしていきます。イノシシと豚の話に関しては多分小峰先生が詳しい話をしていただけると思うので、僕は騒ぎみたいなことになると思うんですけども、ご了承ください。十二支行イノシシ、これはですね、イノシシに関する民族と伝説として、1923年に発表されたものですけれども、これ先ほど杉山さんの方からですね、詳しいお話あったので、私の方から書室であったりとか執筆の背景みたいなのについては、省略させていただきます。で、この内容ですね、杉山さんのレジュメの中でもあったように、内容が非常に多岐にわたるんですけれども、イノシシにまつわる民族学的な問題としてですね、興味深いトピックというのはですね、以下のようなものがあります。イノシシと豚の関係ですね。で、次に、イノシシと豚のイメージ、どういうイメージを持たれてきたのかという問題、そして、イノシシとヘビ、ワラビとヘビの関係で、ちょろっとしか触れられてないんですけど、イノコ行事とイノコ餅ということについてですね、皆方さんは触れてるんですけども、これについても民族学的にはとってもですね、ちょっと関心を持つテーマということで、ございます。で、先ほども話ありましたようにですね、十二支行イノシシはですね、イノシシと直接関係がないですね、俗語の起源や、女装男子であったり男装女子に関する故事などが取り上げられていますけれども、やはり今回は特にですね、イノシシに関わる民族学的問題について取り上げたいと思います。ですね、まずイノシシと豚の関係についてですけれども、この、イノシシという、この字ですね、この辺のもの、これの字では我々はイノシシを想起しますけれども、近世にはですね、このイノシシと豚に当てる漢字にですね、やや混乱が見られるということが言えます。で、近世後期のですね、大名、学者である松平寛さんという人がいるんですけども、この人はですね、イノシシや、この字でやったり、イノトシのイですね、これをイノシシとするのはですね、間違っているんだというようなことを言っています。で、イノシシを指す場合には、野鳥であって山鳥と記すのが一般的だったということなんですけれども、これ、こちらに、所蔵されている、
秋文字の、まあ、野鳥の図みたいなやつなんですけれども、これですね、よく見るとですね、ここ野鳥にイノシシっていう、まあ、のが振ってあってですね、下ここ山鳥山獅子ですね。で、これはですね、ちっこいあれを、あのイノシシをですね、トンでイノコって書いてますね、まあ、豚なのイノコで、その隣にですね、どう見ても同じ生き物なんですけども、あれ豚って書いてるんですね、獅子、豚、こういうようなですね、まあ、混乱が見られるというようなことがあります。まあ、これはですね、やはりあの中国で、まあ、あの字がですね、あの豚を指す言葉であることに、まあ、由来しているというふうに考えられます。で、中国における十二支にですね、イノシシは含まれておりません。今年はですね、豚の年ということになっております。ただしですね、神戸の中華街などではですね、今年はイノシシの年ということにどうもなってるらしいと、僕は見てないんですけど、杉山さんがそういうふうに、あ、違う、あれ、誰かに聞いたの、あ、田村さんでした、そうですか、はい、あ、まあ、ちょっとそういうことなんですけど、ちょっとそういうことになってるらしいですね。で、今年のですね、中国の切手ということでですね、まあ、これ、なんか、あの一人っ子政策をもう中国政府はやめてしまうんじゃないかみたいなですね、そういうことをですね、あの、まあ、憶測が飛んだ切手ということで紹介されてたんですけども、まあ、やはり面白いのはイノシシ年ですけども、向こうは豚の年ということがよく分かるということですね。で、イノシシが飼われていたというですね、記録は我が国ではですね、まあ、古事記であったりとか播磨国風土記などに見られるんですけれども、まあ、飼育はそこまで盛んではなかったというふうに言われております。で、仏教のですね、肉食禁忌の思想の影響もあってですね、まあ、養蜂が全国的に行われるようになったのは、まあ、明治時代もしくは中期に入ってからということらしいです。まあ、ただしですね、あの外国人が行ったり来たりしていた、あの近世の出島であったりとかですね、奄美、沖縄は別です。その影響で薩摩でも、まあ、あの去年の大河ドラマから見てた人は知ってるかもしれないですけど、薩摩でもですね、豚肉は食べられてたということで言われています。で、どういう時に食べてたかというとですね、やはり正月であったりとか大晦日、あるいは葬式の時とかですね、まあ、晴れの日に、まあ、食されるものだったと。一頭豚を潰してみんなで食べるんですね。で、奄美大島ではですね、正月とか大晦日にですね、こういうものを作って食べると、まあ、つわぶきとですね、豚骨で作って食べるらしいんですけども、ウワンフネというのですね、これウワンフネってどういう意味かというとですね、まあ、これウワは、向こうの言葉で豚ですね、で、ウワノで船が骨、まあ、豚骨と、そういう意味なんですけれども、ですね、実は柳田国夫もですね、海南鍾記の中でですね、獅子垣のこの方というちょっと短い文章があるんですが、その中でですね、イノシシとか豚がもともとどのように呼ばれていたのかということについてですね、まあ、考察をしております。で、沖縄ではですね、豚のことをワーとかワーとか言ったりするんですけども、まあ、これは豚のですね、ワーとかバーとかですね、なんかそういう鳴き声が来ているというふうに言っています。さらにですね、柳さん、こういうことも言ってるんですけど、イノシシのですね、イですね、これもですね、ウィウィというですね、鳴き声から来ているというふうに推測します。で、獅子っていうのは結局、まあ、動物のことを指すんであって、なんかイイイっていう鳴く動物みたいなです、そういう肉を食べる、そういう意味だったというようなことを言うわけです。まあ、例えば、鹿、蚊の獅子、で、まあ、赤もしか青獅子とかですね。で、まあ、これはレアな例らしいんですけど、まあ、牛のことをタジシというようなですね、こういう言い方も、まあ、民族語彙として伝承されていたということが言われています。で、次にイノシシと豚のイメージのことについてちょっと触れておきたいんですけども、日本におけるイノシシのイメージはですね、ちょっと都合心であったりとか、イノシシ武者などの言葉からも想起されるようにですね、まあ、勇敢であったりとか俊敏であったりとかです、
ですね、協力といったものであります。で、西洋でもですね、イノシシは王や貴族の紋章などに用いられました。美中田さんもですね、あの十二支候の中でですね、オックスフォード伯の紋章というのにですね、豚が、入っているというのをですね、何かから引いていっているんですけれども、まあ、これは多分イノシシだったと思われます。これがですね、あのそのオックスフォードっていうのはですね、まあ、紋章伯の紋章なんですけれども、これですね、よく見るとですね、ここと、ここに、はい、イノシシがおります。で、まあこういうふうにですね、紋章にも使われてたということですね。で、次にですね、まあこれもですね、あの15世紀の、まあ、絵なんですけれども、やっぱりここにですね、イノシシがいますね。やはりそういうイメージを、あの、まあ、協力とかそういうイメージを向こうでも持たれてたということがよくわかるというところです。で、まあ、あの豚の方ですけれども、まあ、退職であったりとかですね、公職、肥満、不潔といったですね、ネガティブなイメージを持たれがちな豚もですね、中華圏では、まあ、富や幸福の象徴としてですね、まあ、先ほどの切手を見ていただければわかると思いますけれども、非常にポジティブなイメージを持たれているわけですね。まあ、それを示すのでどういうのがあるかなと思ったんですけど、まあ、貯金箱とかですね、これなんかやっぱりそういうことがよくわかるものだと思います。で、まあ、我が国でもこういう皆さんも見たことがあるような貯金箱があるわけですね。最近はですね、あのペットとしてですね、ミニ豚を飼う人なんかもですね、結構増えていてですね、まあ、ちょっとセレブな人が多いですけれども、まあ、森泉とかですね、ジョージ・クルーニーとかが実は豚を飼ってたりするんですが、まあ、あの実は綺麗好きとか賢いみたいなイメージも持たれ始めていますね。で、まあ、このようなイメージが変化しているということもですね、まあ、民族的には面白いと言えると思います。ちなみにこれはですね、前園真聖っていうあのサッカー選手ですね、あの人は鹿児島の出身で、あの多分豚が大好きなんですね。もう飼って、こんなになるまで飼ってしまってですね、いつも連れ歩いてるそうなんです、ね、で、次にですね、イノシシとヘビについてですね、それとワラビとヘビについてちょっとお話をしていきたいと思うんですけれども、まあ、十二支の始皇、イノシシの冒頭で触れられているようにですね、まあ、イノシシはヘビ、特にマムシをですね、好んで食べると、まあ、考えられています。まあ、実際食べるらしいんですね。僕、見たことはもちろんないですけど。で、まあ、そのためですね、ヘビよけの呪文として、まあ、以下のような言葉が伝承されておりました。マダラムシや我が行く先にいたならば山立姫に知らせ申さんと、マダラムシが、まあ、マムシですね。で、まあ、山立姫が多分これはイノシシだろうと。で、山主なんかでも赤萩や赤萩や我が行く先におるならば山田の姫に語り聞かせんと、まあ、赤萩があれですね、マムシ。これなんかもうまんまですけども、このところに、彼岸におれば俺、まあ、イノシシという漢字を知らせる。だからイノシシと、まあ、ヘビはですね、まあ、天敵の関係にあるっていうような、まあ、そのことがこういう俗信から、まあ、唱え事からも分かるわけです。これに加えてですね、まあ、イノシ、まあ、ヘビ寄りの呪文としてですね、わらびの名前を唱えるというものもございます。これは南方さんがですね、あの殿物語の、佐々木貴前という人がいますけども、あの人の、まあ、報告から取ったやつですけれども、まあ、天竺の違い畑に昼寝して、わらの恩を忘れたか、油を剣創かというですね、こういうことがあると。まあ、これ何を言ってるのかっていうのはちょっと後ほどまた触れますけれども、続いてですね、甲賀山の忘れわらびの恩を忘れたか。で、これはですね、あの通りの赤マムシ、わらびの忘れたかということでですね、まあ、峠なのか峠なのか、これちょっとわからないんですよ。こういうのも、まあ、伝承されている。
あとですね、単純にですね、マムシに刺されることがないようにですね、単純にワラビの名前を唱えると、3回唱えるというようなものもございます。で、このような唱え事はですね、以下のような昔話に由来する。昔マムシが山で昼寝しとったら、チガヤの芽が出てきて腹を突き通した。で、長崎さんもこれマムシなんですけども、が悩んでいると初わらびが出て平口を押し上げてくれたので、平口助かったと。こんな感じらしいんですね。たまのちょこんって言ってるのがチーガヤなんでしょうけど、あれに刺さってこう助けてくれたと。ですね、十二支講の、イノシシではですね、箸はこう、これ「ココ」が正しくてですね、なんか本を読むと全部「バン」になってるんですよ。「ココ」さんですね、の説を引いてですね、山立姫イコール、わらびとしているが、イノシシと、これちょっとややこしいんですけども、おそらく最初は山立姫っていうのは血の子、血ガヤのことを指す言葉だったんだけど、それを恐れてるから蛇が恐れてることで、イノシシも、山立姫になった。これは皆川さんって言ってますね。で、わらびのことも山立姫っていう場合があってですね、でわらそれは越後にあるっていうふうに順子でも書いております。で、姫わらびとかですね、姫たちわらびみたいな、やつもわらびなんかいるらしいので、それがかなりいろいろごちゃごちゃになってですね、いるっていうようなことが多分考えられるんですけれども、山立姫をそれぞれ3つのものを指すっていうことがあるということを、ちょっと頭に入れておいていただければと思います。そしてですね、蛇に、十二支講の中ではですね、蛇に食いつかれた時にですね、わらびで傷口を撫でながら、さっきほど挙げたようなですね、呪文をですね、唱えるというようなことを言ってるんですけども、僕が調べた限りはですね、噛まれた時じゃなくてですね、噛まれる前ですね、蛇を見かけたりとかですね、蛇がいそうなところに行く時に呪文を唱えたりとかですね、足にわらびの血を塗るんですよ。そうすると近づいてこないというような、そういう、俗信だったというふうに考えられます。で、ここからはですね、イノシシのですね、民族ということでですね、ちょっと南方さんが別に取り上げたいものじゃないですけども、少し、ご紹介していきたいと思うんですけれども、イノシシを神とみなすとかですね、神様の使いとして見るっていうような考え方はですね、非常に古くからございます。日本におけるイノシシと人との関係はですね、神話時代まで遡ります。例えばですね、ヤマトタケルをですね、最終的に死に追いやったですね、伊吹山に、の白いイノシシというのがいますけども、これが代表的な例だと言えます。今でも伊吹山の神体イノシシというふうに言われています。ただし日本書紀ではこれ大蛇になっております。これイノシシ古事記ですね。この他にもですね、伊吹山が一番代表的なんですけども、イノシシと関係の深い神々がですね、日本には、存在しております。例えばですね、遊戯の道教の事件の時にですね、大隅の国に流された和気の清麿という人がいますけども、この人がですね、宇佐八幡に行く時にですね、道教のし、死角に狙われないようにということでですね、300匹のイノシシが現れ守ったというようなことが、伝承があるんですけれども、それでイノシシはですね、脇の巨馬の剣道としてですね、見られているということがございます。お札に脇の清麿が明治時代になってるんですけども、その裏側にはですね、イノシシが書かれてたりするらしいですね。あと、マリシテンとイノシシの関係については、南方さんも別のところで触れてたりするんですけども、マリシテン、イノシシにまたがっていると。あと、将軍地蔵というのもですね、のっかってるんですけれども、これおそらくマリシテンから衣装をですね、拝借してそれになってたのかなというふうには考えられますが、ちょっと確実なことは言えないところがございます。伊吹山頂に行くと、こういうですね、白いイノシシの
ホラーがあったりとかですね。あと脇野清麿をですね、あの京都の御所の目の前に脇野清麿の、神社祀ってる神社ございますが、まあ、大神社でイノシシの像がですね、あのシーサーの代わりにいるわけですね。でまあ、マリ支店はこんな感じでイノシシに乗っかってたりですね。これちょっと見にくいな、なんか犬に乗ってるように見えますけど、これはイノシシですね。これはあの職人像です。次にですね、あの触れておきたいのがですね、あのイノシシと人の、まあ、連帯的な関係とも関わってくるんですけれども、まあ近年ですね、あの日本各地でイノシシによる農作物の被害がですね、非常に深刻化しておりますが、イノシシと人との関係というのはですね、まあ、過去の時代から非常に緊張感をはらんだものだったと言えると思います。でイノガキとかシシガキと呼ばれるカキはですね、石積み、木だくと類、古いタイヤですね、豚盛りをして作られるものでして、で田畑へのですね、イノシシの侵入を防ぐために作られたものです。あと、まあ、イノシシの嫌う匂いを発する漁網であったりとかですね、なんか古いシャツですね、なんか臭いんでしょうね。でこれとかですね、音を発すビニール袋などをしつらえることもあります。でなんか熊野古道にこれなんか100キロぐらい続いてるらしいんですけど、こんな獅子垣がですねあるらしいんですね。まあ日本全国にやっぱこういう遺構みたいなものがあるというふうに言われております。でこのようなですね、物理的方法以外にはですね、三峯神社であったりとか山積神社という、ここの祭神は狼であったり山犬だったりするんですけれども、このそこでのですね、御符をですね、畑に差し立てるというですね、呪術的な方法が行われることもございました。これなんでかっていうと、やっぱりその狼っていうのがイノシシをこう来させないようにするっていう、そういう、まあ、呪術的な考え方ですね。で似たようなことはですね、あの沖縄でもススキで作った山犬の人形をですね、イノシシの通り道に置いたりだとか、あと山犬の名を唱えるなどの呪術もございます。まあこれ三峯の古墳とですね、隣はあの早川孝太の怒らという、まあ本があるんですけど、それに乗ってる山積さんの古墳を多分歩みに刺してですね、畑に置いてたんですね。そういうのだったというふうに思っております。で最後にですね、あのイノコ行事についてちょっと触れておきたいんですけれども、民族学者がですね、イノシシと関わる行事として真っ先に思い浮かべるのはですね、まあ、西日本に非常に多く分布するイノコの行事というものと、まあ、イノコ餅でございます。で、あの南方さんもですね、香川県高松市のイノコについて、まあ、事例を紹介しております。で、まあ、あのイノシシを食べることで、あの神様のお方だと思うのを食べることがあの非常に大事なんだみたいなことをですね言ってるんですが、ちょっとこれはですね少し考えなきゃいけないところもあるんですが、ちょっと次に過ぎますけども、まあ、これどういう行事かというとですね、旧暦10月の初詣の日に行われる、年中行事で、まあ、村の子供たちがですね唱え事をしながら、村の中もあってですね、家の前で実機をしてですね、イノコ餅をもらうというものでございます。ちょっとハロウィンっぽいんですね。でどんなことをやってるか、これですね、公園でも今やってますけども、広島に結構で なぜか最近みんな広島やってるらしいんですよ。なんかこうやってですね、あれ真ん中にこんな石があるわけですね。でこの石をですね、みんなバーンと上げてですね、あっちのつくというような、そういうことをやると。これは昔は家の前でやってたわけですね。でまあ、イノコ餅はですね、あのその時もらうものだったんです。現在はですね、こういう感じで、まあ、商品化されてですね、まあ、こういうイノシシの形をしてですね、なんですけども、これ問題はですね、こんなイノシシのですね形をしたものを昔は食ってたのかという問題ですね。ただの餅だったのが、あのイノっていうのに引っ張られてイノシシになったんであって、でなんでそんなことが言えるかというとですね、イノコの行事っていうのはですね、あのやっぱり暦の、あの
が先行してるわけですね。別にイノシシを意識してるんじゃなくて、暦として10月の初イの日と。で、時期的に考えてこれも田中祭りであるということは明らかであるというふうに思います。で、まあ稲の収穫祭だったわけですね。で、まあその時になんでこんな実機をやるのかっていうのはですね、ちょっと非常に難しいところがあって、あの地域によってもいろんな伝承があるの。これは実はモグラ打ちなんだとかですね。で、あるいはイノシシ除けのためだっていうところもやっぱあったりするので、それはやっぱりイノシシっていうのに引っ張られてこういう解釈が生まれた可能性もある。ちょっとまあそういうですね、ちょっとこれは非常に難しいところなんですね。もっといろいろ事例を集めて比較するとですね、ある程度仮説が出るかなというふうには思っております。で、まあ、最後まとめますけども、今回取り上げたですね、イノシシをめぐる民族というのはですね、いかんなものになりますね。まあ、イノシシと豚の関係で、イノシシと豚のイメージをめぐる、で、イノシシをめぐる、俗信とか呪術ですね。で、まあ、蛇除けになるというですね、まあ、イノシシがなるというポジティブな呪術もあれば、まあ、イノシシ除けの呪術というのもやはり存在すると。イノコ行事をめぐる問題とはちょっと錯綜してるんですけども、もう少しですね、あの調べて一定の仮説を提示できるといいかなというふうに思いました。で、まあ、今回は詳しく触れることはできませんでしたが、イノシシの狩猟に関わる民族であったりとか、現代社会におけるイノシシと人間との関係などですね、まだまだイノシシをめぐる民族が展開になっちゃう。で、他の動物についてもアプローチすべき問題が多いと思います。で、まあ、新しい十二支候みたいなのですね、やっていくような可能性というのも、まあ、あるんじゃないかということにして、私の発表は終わりにさせていただきます。ご清聴ありがとうございます。